いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。毎度。よろしくお願いします。
んた強い。お願いします。相手になるのかしら。Thank you.
何なの？あ、戻ったね。あ、はい。忘れるとこやった。頼まれてた通帳記入済ませといたで。すみません、こんなことまでお願いしちゃって。いいって、そんな時間も取れへんスケジュールにしてるの僕やし。そんな。おじさん、これで私たちに居所を隠してるつもりなのかな。どうかした？嬉しそうな顔して内緒です。
よし、じゃあ7時からすぐレッスンや。まずはボイストレーニング、山浦さんが見てくれるから更衣室で着替えたらいつもの4階のスタジオに行ってね。わかりました。それじゃあ。うん、頑張って。タフな仕事やな、アイドルって。いいから入って。蒼天テレビの万田さんと大阪芸能から苦情が来てる。堀江、あなたがついていながらこのざまは何？くだらない揉め事起こして。いや、その言っておいたはずよ、遥かを他のタレントと接触させるなって。接触というか、あれは言い訳は結構、使えない男。いい？遥はね、芸能界に甘い幻想なんか持っていないのよ。だからこの世界の汚い部分を見れば見るほど、どんどんただの仕事と割り切ってしまう。でもそれじゃダメなの。あの子自身があの子なりにちゃんと夢を感じられなきゃダメなのよ。割り切ることを教えてあげなきゃいけない子もいる。でも遥の場合はそうじゃない。遥には遥が持ち続けられる夢を持たせてあげないと意味がないの。二度はないわよ堀江、こんなミスはこれっきりにして。はい、すみませんでした。遅いで。すみません山浦さん。まあこんなこと言うてる時間も惜しいわ。ほな早速始めんで。ええな。はい、よろしくお願いします。よっしゃ始めようか。ふん、やったらできるや。ちょっと前まで素人やったとは思えへんわ。ありがとうございます。安心しなや、まだ終わりちゃうで。次はダンスのレッスンや。小北班が待ってはる。事務所におるから呼んでき。ああ、はるかちゃん、小北さんを呼びに来たんやろ。今社長室で話してるわ。アホ抜かしとんちゃうぞクソババ。ダンスのことなんか何もわからん素人がプロの仕事に口出しとんちゃうぜ。小北、あんた誰に向かって口聞いてんのか分かってるの？うっせえ。分かった、クビよ。今すぐやめてもらう。俺をクビにしてあの田舎者のガキがまともに踊れるようになるとでも思っとんのか。俺がいるからなんとか様になってんだろうが。あんたよ、金払ってる人間が一番偉いとでも思っとんちゃうんか。大間違いやで。
残念だけど、間違っているのはあなたの方。この業界ではね、金を払ってる人間が一番偉いのよ。何？こっちは使えないと思えば切り捨てるだけ。金さえあればあんたの代わりなんていくらでもいるわ。こんな。いつまでそこに突っ立ってる気？さっさと消えなさい。邪魔よ。時間がもったいないわ。てめえ。違約金、きっちり払ってもらうで。違約金？そんな契約してないわね。私が依頼した業務を全うできなければ報酬は全てカット。ちゃんと契約書を読むことね。なんやと？契約はちゃんと。そういえばお前、直前で契約書を一部変更するって言っとったな。その時まさか。文句があるなら弁護士を通してちょうだい。ふざけんな！殴らないの？くせえ！荻田さん！ハリエ！放っておきなさい。社長。社長大丈夫ですか？すぐに冷やさないと。待ちなさい、ハルカ。え？ハルカ、堀江、あなたたちにやってもらいたい仕事ができたわ。何でしょうか？聞こえてたと思うけど、たった今荻田をクビにしたわ。ええ、そやけど、そしたらどうするんです？これでも関西中のダンストレーナーはほとんど社長がクビにしてもて。だからやってもらいたい仕事があるのよ。人の話は最後まで聞くことね。すみません。今大阪城ホールのコンサートでクリスティーナってダンストレーナーが来日してるの。詳しいプロフィールは公表されてないけど、その指導で才能を開花させたスターは世界中に大勢いるらしいわ。ここまで言えば私の言いたいことわかるわね。いや、しかし。クリスティーナは自分の気に入ったダンサーにしか指導しない。どうやら金や権力で動く人間じゃないらしいわね。でもだからこそうちにもチャンスがある。クリスティーナを見つけてハルカを指導してもらうのよ。無茶ですよ、急にそんな。プリンセスリーグの決勝戦も始まった言うのに。ホリエ、あんたもクビになりたい？ああ、いえ、すみません。やってみます。やってみる？そんな答え聞きたくないわ。やりなさい。わかりました、やります。ハルカ、あなたは大丈夫ね？あ、はい。まずは蒼天堀を歩きなさい。クリスティーナは一人で毎晩のように飲み歩くらしいわ。この時間なら多分どこかの飲み屋ね。わかりました。行こう、ハルカちゃん。すぐにクリスティーナを探しに行くんや。はい。まずは街で情報を集めよう。蒼天堀で聞き込みや。
しくお願いします。相手になるのかしら。違いを見せてあげる。